ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日から、ジャッジのアップデートを記念したイベントがスタートしました。このイベントは、2022年1月19日から開催された、リリスのアップデート記念イベントと全く同じ形式を踏襲しています。リリスの大乱闘イベントでは、挑戦者のこちら側と、対戦相手側のチーム編成の両方にリリスを必ず含む形式で対戦するイベントタスクが存在しましたが、今回はそれのジャッジバージョンということです。このイベントってかなりの時間を要するから、忙しい平日だと辛いんだよね、楽しいけど。このように感じている人もおられると思いますが、それはカーク信者も全く同感です。過去に前例のないイベント内容だと、勝手がわからないということもあって、イベントタスクの消化にかなりの時間を必要とすることがあります。しかしながら、今回開催のジャッジのイベントは、先月開催されたリリスの大乱闘と全く同じイベント形式を踏襲しているので、前回同様に物理系のチーム編成と魔法系のチーム編成をそれぞれ決めてしまえば、あとは微調整をしながら戦うだけになります。先月のリリスイベントを未経験の方や、その内容を忘れてしまった方は、こちらの動画を再度ご覧になってください。こちらの動画の視聴案内は、この動画の最後のエンディング画面に表示されますので、その際にこのサムネイル画像をクリックしていただければ簡単に視聴できます。ジャッジのお店の取扱い商品を紹介するよう。今回のジャッジイベントにも、ジャッジが必要とする装備品を、イベントで獲得したコインを使って入手できるお店があります。前回のリリスイベントと同様に、ジャッジ以外のヒーローの育成に今回のイベントを活用する人が大半だと思いますので、そういった人は、ジャッジのお店の商品に興味があるはずです。ジャッジは魔法系のヒーローということで、ご覧のように、魔法系のヒーローが必要としている装備品がジャッジのお店の店頭に並んでいます。えへへ、今回も、栄光のテトラモルトのカードを大量にゲットする予定だよ。こんな考えでイサンデブロールに挑戦したのですが、イベント初日の本日は、エメラルドを100たす250イコール、350エメラルドも使うほど苦戦を強いられました。対戦相手に応じて上手にチーム編成を組もうと試行錯誤したのですが、どうにもこうにもジャッジがチーム編成の邪魔をしてしまい、思うように勝てないのです。おいおい、これは想定外の難しさだよ。あっという間に5回も負けてしまった。この時点でカーク信者の思考は停止してしまい、何を血迷ったのか、対戦相手と全く同じチーム編成で戦い始めたのです。あれ？この奇策も割と効果的なんじゃね？対戦相手と全く同じチーム編成で戦ったら、4戦3勝1引き分けという好成績を収めることができたのです。今ご覧になられている対戦映像は勝利した戦いになりますが、敵チームと全く同じチーム編成で勝てるパターンは、敵チームにしっかりとしたダメージディーラーが含まれているケースに限られるようです。先ほど、対戦成績は4戦3勝1引き分けと言いましたが、1引き分け、事実上の敗北、になった対戦相手のチーム編成には、しっかりとしたダメージディーラーが全く含まれていなかったのです。ひょっとしたらブロールの攻略法を見つけたと喜びながら戦闘シーンを見ていたら、敵チームには物理攻撃と魔法攻撃に特化したヒーローが一人もいないことに気がつきました。なんだよ、よくよく見たら、これってカークチームを作れば楽勝で勝てたんじゃね？まあ、こういった失敗事例もありますが、敵チームと全く同じチーム編成で戦えば、理論的には不利な戦いになることはないので、どうやって戦えばわからないときは、敵チームと全く同じチーム編成で戦うのも、選択肢の一つだと思います。視聴者様の中で、今回のブロールの攻略に適したチーム編成を発見された方は、ぜひ、コメント欄で教えていただけると幸いです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。